今回は特殊法のトップについいいてやりたと思ますこの次の動画とかでですねゲストップを使った練習法などもありますのでまずここでゲストップを一つ皆さん勉強していただければなと思います。ゲストップというのは皆さんご存知の通り楽譜の上にですねプラスマークもしくはゲストップっていうふうに